皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室の先生のお悩み解決チャンネルのテーマは、企業コラボのお仕事はどうやったら来るのでしょうかということについてお伝えしていきたいと思います。まず企業コラボっていうのを考えた場合に、通常、教室の先生っていうのは個人事業主である可能性が高いですよね。法人、もちろん株式会社に変わっている方とかもいらっしゃいますけれども、法人というよりは個人の方が多いなという印象があります。そうすると法人という側、企業さんから見た時に、個人と取引をするっていうのは基本メリットはそんなにないですよね。その社内のお金お支払いの部分での調整とか考えても面倒ですし、内容としてその法人ではないので保証がないから信頼がやはり薄いっていうのが通常個人への考え方になります。なので法人と個人っていうのはめったに契約をしないっていうのが、多い、大企業になればなるほどですね、多かったりします。じゃあそういうケースの場合において、じゃあ教師の先生と法人は絶対に契約ができないのかっていうと、そういうこともなくて、例えばポータルサイトと言われる、それがクスパさんなのか、趣味ナビさんとかカイハウスさんとかなんとかさんとか、いろいろあると思うんですけどね。そういうポータルサイト経由で法人さんがお仕事依頼をかけているのを間に入ってつないでくださるようなケースがあれば、もちろんそれは仕事にはなっていきますよね。でそれがたまたま来ているお仕事がその仕事になっていて、でそれが自分が別にやりたい仕事ではなければ当然それは応募しないということになれば仕事として成立していかないと思うので、一つの方法としてそういうポータルサイト経由っていうのがありますよね。あとはご自身で例えばこの企業さんと、どうしてもやりたいとかっていうのがあって、相手が大きすぎる場合ももちろんあるんですけれどもね、そうした時にはその相手と自分の共通接点をサイトを見ながら必死にまずは考えるしかない。要は、来るんでしょうかっていうことではなくてですね、基本アプローチをして提案をして向こうがいいなと思ってたまたま採用してくれたらラッキーレベルです。来てほしいなと思って待ってるっていうのは運が良ければもちろん来ますけどね。劇的にインスタグラムの写真が綺麗とか、びっくりするほどすごい不思議な技能を持っているからテレビに紹介されちゃったとか、そういうことであれば別なんですけど、通常は待ってるだけでは来ないですね。法人の仕事は私パンの時とかも今ももちろんそうなんですけど、個人事業主だった時にも、法人さんとは契約させてもらってますけれども、やっぱ提案ありきですよね。その法人の今お困りの状態とか、これがあったら喜ばれるよねっていうことを自分なりに整理して、でそれを提案書としてまとめて、でこういうこと私できますけれどもいかがですかっていうことで、特にこちら側から提案する場合には、お金は大概、向こうがイニシアチブになるので低くなる、逆にあちらからオファーがあったらちょっと高くても言えるかなっていう感じですけど、通常はあまり言いにくいのは実際のところですね。だから法人さんと仕事する場合にはお金以上の何かこう自分にとってやりがい生きがい、そういうところと取引ができたっていうことに対するブランド価値を高めるとか、お金以外の部分でのやる価値があるといいよねっていう感じですね。だからその接点をきちんと見つけることができるかどうかと、もちろん相手が受け入れてくれるかっていうことは法人の作法があって、企画書提案書の書き方とかっていうのも当然あるわけ で誰に送るべきなのか、法人の部署の中でもそれが IR 広報とかですね、企画部なのか何部が一番適当なのかとかね、そういうのも含めて、お送りするような形になりますので、企業コラボの場合には先方が困っていることを探することが大前提で、それに対する解決案、自分のスキルならこういうことができますよっていうことが言えて、初めて提案書が作れて、そのためには結構サイト読み込まないと課題が見つからないので、
しかも相手にとって別に取引をする必要がないところに無理くり提案をしているわけだから、採用確率は低いですよね。だからそれをしてでもやりたい、やった方がいいと思うような内容の時には頑張った方がいいっていう感じですね。だから、私はもともと法人営業もやっていたし、個人も両方やってたんですけど、法人の時にはとにかく相手のメリット推しですね。きっとこういうことが困ってるであろうことを探すこと、そしてそちらの方が自分のスキルがこういうふうにお役立ちができるっていうことをアピールするっていうところからスタートかなっていう感じなので、結論から言うと待ってるだけでは基本来ないと思った方が正しいかなという感じですね。自分からその関わりたい企業さんとはね、積極的に関わっていくっていうのがいいかなというふうに思うんですね。全然関係ないんですけれども、例えば、女性のとかっていうことと、私がね、個人的にですよ、好きなブランドで化粧品会社だったら資生堂が好きなんですよ。だからどっかでなんか資生堂さんと絡めるといいなっていうのはこっそり心の中で思っていたりします。コンサルタントと資生堂ってはっきり言って全然関係ないですからね。だけれども何か接点を見つけることが上手にできたら、提案書とか作ってみてとかっていう言葉考えて、あとは自分がすごく有名になるかですからね。それによってこう対等にはなりませんけれども、ちょっと発言が言いやすくなるかなみたいな、何かちょっとイベント仕掛けたりとか企画を仕掛けることで、資生堂さんのイメージアップになるような活動を私が作ることができて、それで化粧品とかがね売れていったりとか、何かが売れていくっていう、そういうものをやれるのであれば、あちらとしてはねイメージアップ的にありなのかもしれないので、全然関係ないですよ、業種業態全然関係ないんですけれども、そんなこともうっすら考えていたりとかしています。だからまずはスタートはこんなところと組んでみたいなって考えた時に、そこにとってのメリットっていうのは何なのかっていうのを考えて、でその上で企画提案書を作って送ってみるというか、持参ができるんなら持参をしてみるのか、そこからですよね。なので待ってるだけでは来ないということで、自分から積極的に取りに行く、これが多分一番早い方法かなと思いますので、ご参考にしてください。それでは。